はいどうも、ラリホンです。というわけで今回もみんなの動画を見ていこうと思います。毎日スマブラ配信やってます。よかったらね、遊びに来てください。ゴールデンウィークもラリホン、ミビップの筋肉たちとその他というわけでね、メガボクレーさんね、めっちゃ上手い人なんやけど、なんか何筋肉言うてるけど、なんかサムネに格闘見えるんですけど、あれ安西先生では、まあ、上手い人なんで、ミビップでもね、なんかやばいプレイなんじゃないかというわけでね、見ていこうと思うんですけど、まあその他言うてるけどな。もうミビップ筋肉たちとその他って、ミビップ筋肉たちはその他に入らないのかって感じだけど、見ていきましょう。もう絶対安西先生やん。カウンターか。やばいプレイしてるって。4連続5連続6連続7連続カウンターするのが、オブツプレイというわけで。今日は、オブツプレイ集ですか。見ていきましょう。上手い人のオブツプレイはね、なんか逆に考えてるのかと思うよな。まあ、さすがに先のも考えてる。先のはさすがに考えてないか、うん、考えてないかもしれんけど。はい、おー、消火栓でバーストしていく。なので、ミビップ筋肉キャラと、まあ、その他はロボットのプレイというわけで、上さんバーストできなかったけど、空港でバーストと、ね、ロボット上手いからね、この人ね。ロボットはメイン級だけど、まあ、それ以外のね、筋肉たちもね、見せてくれる感じかな。はい、崖で、なんで今のメンタルブレイクするんや、サリトルマック。あ、崖出しね、崖飛び出し横びね。あれも潔く帰ってこらへんのよ。さあ掴んでいって、はい、下投げ、これ投げ場、あ、投げ場あるんだ、そのパーセントから。これは、これは安西先生がオブツプレイしまくってるわ、オブツなんか爆災の後付け長すぎないよ。爆災からカウンター余裕で間に合うっていうな。これはこれロボットじゃん。そんな感じで反射するんや。知らないんだけど、うまい。もう安西プレイ集やん今日。安西先生のプレイが一番今のところ印象的やで、この店プレイの中で。安西プレイ集でしょ。俺も待ってるよ、安西先生のプレイ来んの。もう一個ぐらいあるんかな、期待してんだけど。阻止していって、どう？リトルマックか、リトルマックってちょっと残念と思っちゃう俺がおるよ今。安西先生早く来やんかなって思ってる俺がおるけど、来んのか、来ない。空を使えんのか。あーいいね、二段ジャンプ空上からのウェビートね、いいですね。さあカービィ、安西先生はちょっと、安西先生は安西先生のちょっと筋肉プレイが見た俺は。横スマバーソと、あげゃ2回3回4回5回もうカウンターは振れば振るほどお得なんかもしれん。コマ KO パンチと、うまいっすね、やっぱロボット使いだからか、コマ使いがうまいというわけで、あの皆さん今回 ね筋肉、ミビップ筋肉プレイと、まあ、その他って書いてましたけど、あの正しくは安西先生のカウンタープレイ集です。安西先生のカウンターオブツプレイ集やった。ゴールデンウィークもラリホン、中学生店ホームコン集というわけでね、すごい久しぶりにね、ホームコン実況していこうと思います。というのも、まあ、ホームコンのね、投稿はあるんですけど、もうね、実況したことあるようなプレイばかりで、みんなも見たことあるプレイやったらちょっとね、残念があると思うんで、いろいろ集まってからね、動画しようと思ったんやけど、まさかのホームコンで店プレイ集あるんで、それは気になるでしょ。ね、店ホームコン集というわけで見ていきましょう。おー、はい。でもスティーブいましたけどね。やっぱスティーブとホームコンはめちゃくちゃね、相性いいからね。そういうちょっとブロックとかも使ってくんかな。まず、ガノン、リザドン、はい。いいね、空下やって。めちゃめちゃ空振りしたけど。おい、右のやつめっちゃ空振りしたけど大丈夫？まあまあ、店はね、かっこよければ OK と、魔人剣フレトラー。もうカメラさんが大変やな、これな。あ、いろんなキャラ。チームか、やっぱチームが映えるよね。一人じゃ難しいもんな、ホームコンの店プレイってな。いいよ、上すまして、上ぶっ飛ばして、バッと上投げて、はい、劣っていく、いいね。いいね、やっぱチームやとスマッシュとか同時にするのもあるね。さあ、ネスロイは普通に記録を出すためにも有名な構成や。このエクスプロージョンがやっぱね、すっごい飛ぶんよな。これは普通に飛ぶと思うよ。何千ぐらい、2500、超飛んでる。あ、デレート、アイスクライマー。これちょっとハンマーコンビっていう、ちょっとそういう狙いもあるのかな。いいね、めっちゃ上ぶっ飛んでくる、それ。めっちゃ上ぶっ飛んでるけど、ジェットハンマー。あ、いいね、アイスクライマーはね、横スマするとね、バット持ってへんやつの横スマでぶっ飛ばへんみたいなパターンがあるけど、そういう事故はなかったみたいな。めっちゃ空してやってる。上やって。これは、かっこいい。横 B でメテオして、魔人剣っていう。で、凝ってるね。やっぱ店プレイやな。やっぱこれ店プレイ集だわ。あ、いいね。上スマのぶっ飛びを空下で緩和したけど、結局上にぶっ飛ばすっていう。これは、はい。ファルコン、横スマファルコンパンチ、いいね。かっこいい。え、マジでいろんな構成あるやん。ガノンゲッチ、この構成のゲッチは多分ね、Q出やへんだけど、出やへんけど、どういう感じで、あー、はいはいはい。しかも、後ろのガラスで跳ね返ったところを魔人剣っていう。店やね。めっちゃ膝してるよ。はい。上スマぶっ飛ばして、上投げて、
これは、はい、赤のマジンケみたいな感じでかっけえんだよな。普通にああいうメテルに合わせるのかっこいいんだよな。はい、しかも普通にこれパーセントも稼げてるっていうな、うん、見せプレイ言うてるけどちゃんとパーセントも稼げてるっていう記録もちゃんとあるっていうな。あ、かっこいい。これ同時にな、これもう1000飛んでくる。エクスプロージョンが強いね。クラウドジョーカーのコンビ、はい、え、いいやいいやん。パーセント稼いでいって、上スマ、これは、え、横スマ、これ後ろ飛んでくるんじゃん。あ、ギリ前飛ぶんや。後ろぶっ飛ぶ、ぶっ飛んでくると思ったけど、クラウドセイラスコンビね、上ぶっ飛んで、これは何やってる。え、え、何それ。緩和したぶっ飛びはかっけえ。セイラスお前スランできるんか。うん、69。飛ばなすぎやろ。まさかのルフレガノンのコンビ、ギガファイヤーで場所を固定してって感じか。上ぶっ飛ばして、はい、トロンマジンキの見栄えいいでしょ。普通に考えて見栄えがいい。まさかのダークサムスクッパー、そのコンビはちょっと予想外やで。はい、させまして、上しまして、クソぶっ飛んだけど、フィニッシュはチャージショットと横様、これ飛ばへんよな。あんま飛ばへんと思ったけど、君はどれが好き。だからセギロスクワードのさ、なんか横スマのぶっ飛び緩和するのなんかおしゃれやった。ガナドルフ 3436km ワールドレコードというわけで、これをずっと温めてたのよ俺は。早く実況したいなって。1月6日なんですよ、これ人気ランキングに当てた。うわ、ガノンのなんかホムコン世界記録更新されたんやと思ってずっと温めとったんやけど、これ単品で動画にすんのもなと思って、ちょうどね店プレイ集があったんでセットで実況していきますけど、1月6日時点の世界記録やね。実はもうこれ更新されちゃってて、すごいなホムコン勢って感じねんけど、その現在の世界記録はちょっとね、概要欄にね YouTube に投稿ありましたんでリンク載せておきます。まあ、ですが3436ね、これチートなしですよ。チートなしでどうやって飛ばすの。さっきのチームね店プレイ集もね、ホムコンね、なんか飛んで2500とかやったよ。一人で3436飛ばしちゃうってもうどういうことだと、うん、見ていきましょう、うん、どういうプレイをしたらそんなに飛ぶのって。もう世界最強のね、あのホムコンを見ていただきたい、いきましょう。はい、ガノン、まず空から始まって空へ大ジャンプ、もうねないんで無駄が。空射して、もちろんこれバット練していきますと、で366円。あの数秒10秒間で 366% 貯められるんだねガノンって、うん、しかもこれさ、どんどん更新されていってる中のまた新しい更新だから、あのね動きの中にももう隙がないんだろうね。ギリギリのな動きなんだろう。みんな真似できるこれ、うん、真似できないですよね。で真似できたらおかしいんやって、うん、真似できる人おったら使い記録なんかないからな、うん、こんなすごいから3436というわけで、でこれが更新されてるっていう事実が恐ろしいよな。ちょっと現在の新記録をみんな見てくれ、概要欄から。でコメント欄のみんなこれ頑張ってこいで。編集動画というわけで、これメメリスさんね、美容上手い人なんですよ、メメリスさんって。ちょっとなんか好プレイか何かをまとめてる感じだったんで見ていこうと思います。うん、編集動画っていうタイトルを実況するのちょっと俺気が引けるけど、俺はメメリスさんが好きなんだ。うん、俺メメリスさんの投稿最近ちょっとねないから、うん、もうこういうのも見ちゃうよ、うん、まずワニ、ワヌじゃない、これベオか、うん、ベオがメメリさんのはず。事故っていきましたけど、ワヌやったわ。え、ワヌじゃないの、どっち、ワニなの。めちゃめちゃ煽ってる、めちゃめちゃ煽ってるけど、イストクサあるよ、イストクサあって煽ったらこうなるのかな、うん、こうなったらおかしいな、うますぎ。え、もうあれ諦めの煽りやったんかもしれん、うん、ワニ側からすると、うん、どうせ勝てないけど煽っとこみたいなと思ったらワニミラーが始まった、うん、と思ったらワニミラーが始まっていく。これ 2P がメメリスさんかな、投稿したん、うん、いやワニも強いんだ、ワニ 219% や、うん、もうギリギリや、うん、どうするあれ、え、吸い込まれて、え、ここから、え、負け筋があんの。嘘だろ、さっきの展開から負け筋があんの、ベヨネッタマジかよ、そんな逆転あるんや。どっちがメメリスさんや、めちゃめちゃ上火してるよ、めちゃめちゃ上火してる、多分 2P がメメリスさん、うん、カラー一緒やと本当に判別がつかへんけれども、え、どっちがメメリスさんか分からへん、ペコペコしてる、ペコペコしてるのが多分相手じゃないか、うん、さっきの流れからそういうな、いやもうすごいな、ガノンミラーですかみたいな感じの試合展開の速さだな。いや面白い、うん、普通にななんこれ、これ編集動画、めちゃめちゃ面白いよ、うん、最初の句も超うまかったし、いやメメリさんちょっとまたプレイ集投稿しちゃうかな、マジで好きなようなコンボが。ゴールデンウィークマラリホン至高の店プッシュ、うーというわけで、これは先ほどのね、ホムコン店プレイ集の人の、ちゃんと
ガチ対戦の見せプレイ集というわけで、これいいね。ホームコンで見せプしとった人は逆にガチ対戦はどんな感じの見せプするんだろう、ちょっと比較動画というか、ちょっと気になるよな、どんなプレイするのか、実際のなんか実力はどんな感じなのか気になるけど、プリン使っていく。はい、コンボうまいよ。ふうしさして、え、何今のバックジャンプ、え今のバックジャンプ何、え、今のこの世のもんとは思うやん、バックジャンプの飛距離してましたけど、プリンってあんなバックジャンプするっけ今なんか変やったよな、これ変っすよねトロッコのなんか感性かなんかで押し出されたのかな分からんけど、なんかすごいプレイやってる、あんなバックジャンプするのプリンって、うまい、うん、ちゃんとうまいし、いろんなギア使うんだ、財布から、はい、くーカズヤもしっかりコマンドキャラも使っていけるプレイヤーというわけで、やっぱホムコンセップできるぜはガチもうまいな、うん、これはあるな、この互換性が、うん、どっちもうまいんだ、うん、何かしら見せてうまい人は何もうまいんや、ホムコンも、うん、空回して、はい、2回やって、そこで撃、完璧なタイミングで使っていくと、さあこれはガノンか、ガノンではないな、これ、うん、ガノンではないです、うお、空後空前なんて予想しないでしょ、うん、どういうコンボ来るかなって待っとったんじゃん、ガノン側はって思ったら、もう空前見てよかいっていう、触覚どう思ってたのかみたいな感じだよな。さあ王冠使ってこればもめっちゃうまいと、ソニック、え、ソニックもうまいんかいって言おうと思ったらワニやと今のマジでみんなわからんかったよ、すごいバースやな、そこの空上ってすごいな、うん、合わせていくと、これはウェビーして、これはカズヤっぽいぞ、はい、でもさっきみたいな感じでなあ、ワニのパターンはなかったわ、うん、さっきのソニックが例外なんだけ、うん、これははい、すごい水でしてたけど帰ってはこりやんけど、ちょっと気持ちだけな、うん、どっちみちどっちも死んじゃうけど気持ちだけ勝っていくっていう、オーバーキューして気持ちだけちょっと有利、これははい、リドリー、ガロンか、ガロンだ、はい、空母して、空母、わお、マジ、そっから空中魔人剣当てれる保険があるんですか、はい、これ下投げして、え、いや、いいね、空前ポンプ、わー、それおしゃれやな、ポンプから空前、これは空中デススタンプメテオ新しいって、空中デススタンプメテオはちょっと新しいって、あんなんスティール限定すぎるって、うん、これははい、ワニ、いや、これは勇者か、ウェビーして、あ、いいメテオですね、マジ何でも使えるんじゃん、これはドンキーか、ウェビーして 192%、 ドンキーは不滅か、めっちゃ耐えてる、これはわー、いいね、あれ耐えるんだね、ギリ耐えたけど、あの追撃メテオしてくるというわけで、いや、うまいね、うん、うまいんだ、なんでもホムコンミセップできる人は。ゴールデンウィークの日本激墜演出クイズ138というわけで、星5中星3ですけど、もう正直一緒だね、うん、いや星5は本当に前難かったけど、星3も正味むずいというか、今日はちょっとむずそうじゃない、見た目が、あれもいけるか、パックン、パックンフラワー、あ、パックマン、レオネッタ、とりあえずベオがパックンのなんかでぶっ飛んでんのよ、でそれに、パックマンの横火で追撃チームコンボ的な感じだと思うけど、これ何でぶっ飛んだの、シューリンガンか指やと思うよな、パックンの、うん、きっとそう、クー N なんだ、パックンがさ何でぶっ飛ばしてか分からんのよな、今のな情報量少なすぎて、あのこれは星4です、はい、どうも尺稼ぎ TV です、というわけで、今日も質問箱やっていきますけれども、質問募集してますんでね、概要欄のリンクから皆さんお気軽に質問送ってください。ホラーゲーム実況ってやんないんですかって、まあホラーゲームしかり他ゲーね、うん、まあちょっとこれスマブラしかできやん病気なのよ、スマブラしかできやん病気なのよ、ちょっとそこはね、あのご理解していただけるとというか、あのスマブラじゃないと人が来ないから、うん、あの人来やへんとやる気出ないから動画とか再生数とか配信とか、うん、もうスマブラで精一杯なんで僕今、余裕ができたらするかな、余裕ができるぐらいちょっと俺を人気にしてくれ、頼む、コラボ誘いってどんな感じでそってるんですか、あ、知りたい、そういうちょっと裏側、いやマジ単純だよ、やっぱもうコラボしたかったら自分でガンガン誘いに行くしかないっていうか、だからもうシンプルに、まあ、初めましてやったら初めましてラリホンです言うて、あのコラボしたいです、よければコラボしてくれませんかって、日程はこの日とかで、でコラボ企画はこういうのを考えてますって、もう全部送る、コラボしませんかでダラダラ続けるに違ってトークを、もうこういう企画したくて、これぐらいの日にちにしませんかって聞くね、相手方も忙しいやろし、逆に誘われたことも僕ありますけど同じ感じやった、まあ、ちなみに1回コラボしとったりね、まあ、累計もとかやったら暇みたいな暇ちょ動画撮ろうぜみたいな、そんな感じやな、はい、というわけで今日も質問返信こんなおしまいというわけで、うん、もう言うてもうないわ、うん、みんな毎日送ってくれ、一人毎日1問ぐらい送ってくれ、この
質問返信コーナー俺はおなじみにしたいから、質問箱を破裂するぐらい送ってくれ、頼む。